まずは、折り紙を四角に半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。開いて、この部分も開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。この状態からこの斜めの筋でこのように半分に折ります。これを裏返して、この三角を閉じて、この部分で先っぽをさらに右に閉じます。表にして、今度はこの部分を上の角からこのように斜めに小さく折ります。下側も同じように斜めに折ります。これを裏返して、この部分から斜めに先っぽを下にはみ出るようにして、この位置で折ります。裏返して、これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。顔の先の方にややひねくれたような目を描いていきます。小さく黒目を描いて、目の前にシワも描きます。これに色を塗っていきます。白いマーカーで目の中を塗りつぶします。小さく折った斜めの部分を濃い赤で塗ります。細いペンで目の線をなぞって、小さく黒目を描きます。これで食いたらんの完成です。